皆さん、こんにちは。今日はスペイン大使館の雰囲気やその書類を提出する際のいろいろ注意事項をお話ししていきます。はい、ということで改めまして皆さん、ようこそトラベルメーカー TV へ。今日はですね、実際にスペイン大使館に行って今まで頑張って揃えてきた書類を提出してきましたので、その過程をちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。スペイン大使館ですね、日比谷線の神谷町駅から徒歩10分ぐらいのところにあるんですけども、月曜から金曜日の9時半から12時の2時間半だけしか空いていません。で、スペインと日本の祝日は休館日になっているので、しっかりウェブサイトで確認してから行くようにしてください。で、今日はですね、いろいろ話す内容がたくさんあるので、ちょっとスクリプトを用意しました。ですね、まず9時半に開館するんですけども、だいたい僕が行ったのが9時20分頃でした。で、9時20分ぐらいになると、まあ、ここが入り口なんですけど、この写真が。で、ここがですね、入り口で入っていったら荷物検査があります。で、荷物検査なんですけども、結構僕夜行バスからそのまま来たので荷物がたくさんあったんですね。で、ロッカーに入れようかなって悩んだんですけど、まあ、持ってこうと思って持ってきました。で、なんとこれが実際持ってったスーツケースです。これ機内に持ち込めるサイズなんですけども、機内に持ち込めるサイズであればスペイン大使館荷物検査全然大丈夫です。このままですね、 X 線に入れていくんですけども、あとリュックサックですね。なので合計2個の荷物持ってたんですけども、あ、全然いいですよっていう形で行きました。アメリカ大使館はですね、 USB とかパソコン絶対持っていっちゃいけなくて、ロッカーに全て預けて本当に書類だけっていう形なんですけども、スペイン大使館は荷物検査に関しては何も気をつけることは特にありませんでした。そしてですね、荷物検査が終わったらセキュリティガードから受付番号と、あとですね、審査書にしっかり写真、証明写真貼られているか確認しました。確認されて、で、あとはどうぞ待合室に来てくださいという形で待合室があったんですけども、僕2番だったので、1人もうすでに女性の方がいたんですけども、で、9時半ちょっと過ぎに、窓口が開いて、1番、2番の方どうぞという形で呼ばれたんですけども、で、2番だったのですぐ行って、で、持っている書類全部出しました、パスポートも。で、スタッフの方が1枚1枚でしっかり確認していきます。で、ここで記入ですね。記入していないところとか、あと分かんなかったとか全部お話しながらスタッフが書いてくれるので、そこは大丈夫です。で、特に注意してほしい点が4つぐらいあるんですけども、1番の方もちょっとミスってて、まず写真、証明写真は必ず白です。その女性の方はちょっとグラデーションかかった青で、スタッフの方がこれ受け付けられませんので、近くに証明写真の撮る場所あるのですぐ行ってきてくださいという形で、バイバイってまた戻ってきてくださいというふうに言われてたんですけど、まず写真は必ず背景は白。そしてですね、3番目の方、僕の後ろにいた方は健康診断書に発行日、日付が書いてなくて、これまたダメですって言われました。で、あと留学期間、入学許可証とかに必ずこの時からこの時までの留学期間が必ず記載されていること。そして最後に封筒、審査書できましたよっていう封筒を82円切って準備したんですけど、もうそれがいらないみたいで、全部メールでのやり取りだそうです。以上、この、ね、4つを気をつけてもらいたいです。で、もし不備があった場合はまたスペイン大使館に行く必要なくて、全部あと送っても大丈夫だそうです。そしてですね、あと僕が驚いたのは、もう日付が言われまして、7月の25日以降にもう取りに来てくださいって言われて、あ、もうここで行っていいのかみたいな感じで、7月25以降ならあといつでも取りに来てくださいっていうふうに言われました。で、あと不備がなかったらメールも一切送られてこないので、この日に来てくださいっていう形でした。全体的にですね、思ったよりも簡単で、これで本当に大丈夫かなっていうふうに思ったんですけども、まず一番嬉しいのは混んでいないことですね。もうすべて30分以内で終わります。で、予約はいりません。で、まあ、近くにコーヒー屋さんとか休む場所があるので、ちょっと夜行バスで行って早く着いても Wi-Fi もあるのでゆっくりできます。そして最寄り駅は神谷町駅、日比谷線ですね、歩いて10分のところにあります。全体的にですね、もう一回言うんですけども、緊張すごいしてたんですけど、この荷物とか大丈夫かなって、だけど全然簡単でした、余裕でした。なので荷物を多く持って行っても大丈夫ですし、待ち時間も30分以内で全て終わるので、早めにですね、9時半だったら9時半に行った方がすぐ手続き終わると思うので、頑張っていろいろ試してみてください。
で、このスペイン大使館のビザの申請なんですけども、ちょっと情報がすごい少なくてインターネットでいろいろ探してもいろいろ緊張したんですけども、実際行ってみたらすぐ終わったので大丈夫です。書類ですね、集めるのすごく時間がかかって、審査自体はすぐ30分以内で終わるっていう感じなんですけども、まず一つ一つですね、行く前に確かめて提出するようにしてください。何かねありましたらコメントとかいただければお答えするのでお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。